よし、初心者も時間制限か、初心者、あ、そうだ、時間制限40秒も気をつけた方がいい。すぐ捨てる羽目になるんでね、これは。はい、意外と短いんですよ、これ。僕毎回捨ててるからね。5年やっても毎回、あの、マジカルリープ捨ててるから。あ、一発でいけた。これは嬉しい。ワン、ラスト。ラストは良くない。でも40。バトルワゴンだ、9。どうだろう、対戦で最後は良くないってこともないと思うよ。もしギフトを持ってるんだったら、4番目の方がかなり有利だし。バトルワゴンは草。確かに、でもこのマップだと、このマップだと4番手はこうクリーチャーが置けない可能性があるからきついね。他のマップだと全然問題ないんだけど。おい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 、それはねえだろう。ちょっと、おお、これはドラタカさんにとって嬉しい、嬉しい切り替え。珍しいもん入れてる。しかし意外と強いぞこれ。珍しいブックが来てない。いつもの青ブックではなく。1。悩ましいな。何来るかわからないからね。出た、最初に置いたあいつがめちゃくちゃ育つっていうのよく見るな。インシネレートも珍しいね。珍しい。火風デッキ。わあ、こっちにもいた。クソダイス。
みんな一周したんか。水水なのは意外だな。倒せないとこ来ちゃったよ。これはひどいな。まさかの倒せない。スカイプかかってみます。まあディスコか。はい、スカイプね。はい。入れ替わっちゃった。あれれ、手札に3色いるぞ。9。ああ、ここは巻物を使うべきところだったね。まあまあまあ、まだ本領を発揮しないよな。諦めたら生き残る。はい、もしもし。あ、もしもし。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。 OK、 久々のスマホからのスカイプですわ。はい。あ、俺か。え、どこ。デボラ。いや、ここちょっときついんだけど。きついね。あと太ったぞ。まいったな。ちょっと移動絡みで置こうと思ったんですけども、そうなる。なんだこのクソダイス。なんつこと。ちょっとこれ初動がきついですね。お互い。まあから来たからいいんですけども。僕ばっか狙いすぎじゃないですか、シャッター。ちょっとたまたまじゃないですか、シャッター。僕ばっか狙いすぎじゃないですか。まあ配信した特権ってことで、ね、そこはおお、いきなり上げちゃう。結構天敵が多そうな感じがするが、今来たかおっせんではなくんのが、とりあえずどうするかと。一周しましょう。一周してから生から当てましょう。やべ、音投げ9。あー、デボラ、せっかく50枚いったのにな。へこむわ、あれは。確かに。オープンにしてんだよな。どうだいな。無理やり金を使った。まあ、トレマ見ましたかね、さっき使いましたけども。マリパの発売とマリオカート64のオンライン登場ってどっちが早いんだっけ。だろうね。確かに。あー、確かに。ニンテンドーオンラインで64が出るっていうのはかなりゲームボーイのゲームができるようになるんじゃないかっていう噂だったのに、あれびっくりだよね。マリカは29日69。64のゲーム。あとは月額いくらになるかっていうところが問題なんだよね。確かにですね。というわけで、はい、もう一回死ぬのは今度は落とせる。今度は死ぬね。
さすがに。はあ。きついね。しかしまあ。これデッドウォール対クターバレはどうにかなるはず。ハイジさん64ソフトで思い出あるのあります？ない。友達家でひたすらマリオカート64をやったっていうイメージだけ。自分は持ってなかったんでね。自分は高校の時持ったんですよね。で、まあ、でもね、マリオパーティーにちょっとでやりまくったそうで、ね。ワン、ツー、スリー買って。一人寂しい。いいかも。うん。暇だから打っとこうかな。暇だから、この辺に打っとこうかな。ああ、キノコいたんだ。初期タイトル見ると、マリオカート以外4人対戦向いてるのはなさそうなんだよね。いやでもね、バンカーズあるし、マリオストーリーあるし、ヨッシーストーリーあるしだからなぁ。あれ、シーレンでプレイした人、自分。あれ、シーレン2。あら、意味がなかった。あらららら。オチオチファイトをご存じない。また春日にたまにいますよね。しし人格するの見越して、家族の数以上のコントローラーを置いてあるおえ。ああ、無視したね。どうするかって話だ、こっからは。64よりもセガサターン世代だったんですよ。サターン大好きだったんですよ。カービー64ワクワクさ。全然64とプレステ1にはね、思い入れがないんですよね。ああ、クサラさん、アイテム。あ、ないだん、特に面白いもの。じゃあ、はい、取り返そうと。私にとって返してください、ここは。はい。一度取られたと聞かれたら落ちんかったんですよね。気のせい、うんとたんで。確かに。あれでも、あれがいるんじゃない？デッドウォーロードがいるから ST10 増えるんじゃない？いや、デッドウォーロード落としました。あ、そうかそうか。さっき落としたもんね。忘れてたわ。インシデレート珍しいな、しかしまあ。カービー64ミニゲーム4人対応だったな、そういや。チリンケ先生だから思い出か。ミニ。パターンはね、相当やったからね、僕。うわぁ、変なとこ上げて、今、ドロタカさんが村雨使ったから。あ、上げた。あ、でも、あれ持ってる。コントレールさんが、でも巻物持ってるんだよ。こんだけ巻物が見える時も珍しいけどね。確かに、2人持ってるのか。巻物あるとあいつは無敵じゃないけど、僕を踏ませたいってことか。スターボックスが4人対戦できるね。技術打っても意味がないっていうね、これ。もう一回こっちに、もう一回こっちに打とう。こうやってグレムにいいか。それ誰の？今のうち誰かにどっか。横置くと絶対置いて飛んでくるな。飛んでくるけど、まあいいや。飛んでつってあれなんですよ。あ、エロード。まあ、マジカルリープは消せますね、とりあえず。もっとハーレクエンも消えちゃう。わざわざ地変の種をまくのか。9アプリが全然起動しねえからコメント見えない。ダメだこれ。あ、おててだ。おててはなかなか強いと思いますけども、なんだこれ。とりあえず周回しましょう。守り強いと思うんだよな。とりあえず周回しましょう。アイテム豊富、守り強いと信じましてこう開けましょう。出た。いやー、一番厳しいとこ、一番厳しいとこ上げてきたな。声をしない。ああ、せっかくドレマ出たのに。コントレールさんか、じゃあ奪おうか。ダイスがいまいちだな。に置こうかな。こいつ横移動してこないでしょ。そこを捨てるわけにはいきませんからね。長くて読まれないか、わら。あ、それ切るんだ。
何を切るんだ。ヨタカさんの。おお、なるほど。なるほど。とするとあとダイヤアーマーしかないと。ブルースさんは自分はガチ勢じゃないって言ってるけど、どう見てもケミーの視点じゃガチ勢なんですよ。とりあえずやるべきことはただと分析と分類はどうでもいいよ。さて上行くのか。初心者の視点からガチ勢。カルドセプトだけはガチ勢だよ。それ以外はそうでもない。カルドだけガチ勢なんですよ。なんかありますかと話よ。あとのゲームはガチ勢じゃない。まあ遠慮されていいんですよ。全てのゲームがガチ勢っていう人もいないでしょう。巻物多いな。いや、こんなに巻物が怖いとは思わん。だからボルカニックドラゴンもあれなんだよな、巻物なんだよね、君に。交流さん全部ガチに見える。確かに、コールさん、やってるゲームは全部ガチっていうイメージだね。確かにそうですね。確かに。全部強いもんね。ですね。勝てるゲームしか参戦しないぐらいの勢いだから。まだ、もうライバルとか懐かしいわ、こうなってくると。唯一ライバルとか勝てたわ。あ、そうだ。先にターンウォール打つの忘れてたわ。これだけでかくなっちゃうとちょっと倒せないもんな。ちょっとそこビクビクしたんですよね、ターンウォール。スマブラでいうところの1000万くらい戦闘力ありそう。わ、クソダイス出やがった。あはぁクソダイス出ちゃった。仕方ない。やったったあれやっと見えたよコメント。おお、それで落としたんだ。まあいくども、あ、しかも隣のあれは隣もやっつけられるというなんか美味しい感じ。まずいな、あのムシュムシュ一生いけないんだけど、あそこにあー、なるほど、そこはいいね。あ、これは踏んだり蹴ったり。さーてと、あー落としてくれてラッキーだけど、どうするかな、これ。まあ、6出すって誰の、ブルーさんのか。スピードか。まあ、避けとくか、一応。周回するし。さて、こっからどうするかって話。エローゾンが持ってたような茶色で持ってねえか。まあ、1枚くらい巻いとくか。なるほど。だと家で花持っとこう。次に。うわ、ドリナ。怖。一が出たら怖いな。確かにそれはレベルが上げづらくなった。ああ、ボルカ置けるのか、何今。ボルカではなくてでも。弱い方、守りが弱い方を置いた。ただこれだ、守りつけんでいとったのかな。ダイスは良くないな。やらしくねえな。うわ、ミラーホップやらな。ああ、それで消えちゃうんか。どっちもデビザさん受けまいと。さて、なんか有益なカード来い。ああ、いいね、ネクロスカラでは。いいカードが来てしまった。しかもいいダイス。ダイスはいいけど、どう回るかって話よ、これ。まあ、そうですね。これ誰の？ブルースさんのか。そうだね、横付けしとくか、これ一応。なんかと時のに。注意しね。いやー、守りたいな。出ない、出ない。40出れば守れるんだろ。出る、出る、出る、出る。出ない、出ない、出ない。出る、出る、出る、出る。ほら、出た、ぴったり。
最強しかも殴り殺した完璧完璧妖怪一足りない完璧すぎる妖怪一足りない出ました妖怪一足りない出ましたよし隣からプレッシャーかけて狙えいよいよあーにもすんげどそれを取ったら通るですあーないるわこいつちょっと様だなもう今日の自分今週は自分の運をなんかもうあれだと表してるかのような負けっぷりなんだけど今のいやーそこはねやってさまたハリキンお父さんやったねってなりましたもんねてかみんなホップの技使わせたかナイルははぁ、あてかあれ横付けたの草野さんかぶるさぁなに猫倒すのつけやなあホープ素晴らしいなんかいいと思うかとはいドンあジュリス素晴らしいよあジュリス来たもんオッケーうーんどうするかとりあえずさぁこれどうするって話なんだよなぁ。まあ、家で余ってるの置いとくか。いいなぁ。最近ドローカードのホープを採用してみました。前回不良商品だったんですけど。視界の時間ちょっとあれめんどかったんで。いやぁ、くそ。あーブルースさんマルタラディープ持ってなのかめんどくせえなそれ消してえなはあデッドバーか下手したらめに血糖値を消しておきたいところなのですけどもこれ出ていくーさんから奪った方がいいかもしれないな怖いのはどじますかねやっぱうんあそうですねまあここに上げておいて安泰としておきまして取られた時用にドジランスを作っておきますお疲れた。交換できない。つらい。これは。いや、もう虫の息だと言ったさすがに。ここか。ありだな、確かに。あ、だったらスパイクってやっぱ取っておけばかな。ちょっとそこ怖いですね、いろんな意味で。いや、ガンガンガスガス上げてくなー、抜けた抜けた。おお、キノコ倒す。キノコは許さないかわー使われたくそー あところがどっこい忘れてた僕が僕自身が忘れてたわなんてこっただからマッチとハリクイ落としたかったんだよねなんてこった意外と強いあどんなやつ書いてきたでも使わないと行が入る支給わかんねえところで取りないでさおてってこいどっかいや待ってよどうすっかなこれまあ見逃してくれるよね一応
わあ、面白いね。これはリンカネ。リンカネ久しぶりに見た。ですねー。デボラ、グローブ、ビーク、ティアマト、ブレイグ。ちょっとあのブレイグ発動する前にあれなんですよね。どん素晴らしい。素晴らしい交換が来た。ブレイグ、ワッチをつけるな、これ。毒にするってやつですよ。いやー、これ何かな。とりあえずドラタカさんを、なんか止めてもらう。スカラベが邪魔かな。あれなんすか。なければ落ちるかもしれないか。これ怖っ。みんなディープ組織ねー。まあ、当然だけど。うまもあるし。そう、その、グローブは倒しづらくなったな。グローブに、あれ打ちたかったんだけど、それ、プレッシャーになってるからな。グレムリンに対して。アイテムねえんだよな、70点出せればいけるよね。はぁ、あ、落としとっか。落ちるの？あ、そうか。ドリナン使えば落ちるの？確率なんか頼りにしません。さっきあれ、まとも切ってくれたんで。あったらあるようでしたね。はい、グダッと。ペッパシーちょっと南地下室とかどうにかして。おお、ここは打つしかないでしょう。エイドブロー。いやー、あのランプロ外したいもんな。そうだよな。レイドブロー早く打ってほしかったな、これ。いいね。からの、ケットシー横移動でいいんじゃない？ケットシー横移動。そしたらブルーさんがあれ、ね、うまい。ブルーさんがそうそう。いやー、ケットシー横移動しとくべきでしょ、一回、とりあえず。そしたらブルーさんが美味しい思いするだけですよ、一発。違うよ、もう一回移動すればいいんだから。そっちかい。そっちか、ムシムシに行ってくれよ。ムシムシに行ってよ。そっちだったら僕、そっちだったら僕は取ってもあんまり得しないってことだから。いや、ムシムシの方に行った方がいいでしょ、これ。ブルーさんが取っちゃう。ああ、そんなことないか。むしろしは交換できちゃうからか。なるほどね。なるほどね。何だろう、取ろう。あっち行きたくないんだけどな。密命ホープ級。いやーピザニーファイ欲しいねー。レイドブロー来れば割れたのかな今のプレイグ。あくさん狙ったのにとか。いやーこの時のバードメイデン頼りになるな。何ぞそれ。サメ持ってるのは誰もいねえな。なんか小さく返せるカード来てちょうだい。いいのだねんだよな、欲しいのは。なんか面白いの売ってますか？ドン。カンパ。あ、あるのこれ。スパークボールあり。ああ、うまい。あ、使えねえな、こいつ。バカだ。あ、でもまあ。消したと思えば、ね、毒を点だから、OK、動物だった。まあ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 。他にいるし、こっちにクリーチャーいっぱい。
まあ、僕剥がしたけど落ちと思いました、これは。これがあるから巻物使えないぞ、自分使えねえのがいるから。そうね、もう巻物って言いたくないぞ、使えないんですもん。え、チャリオさん楽しそう。まあ、とりあえずこれで血糖値はほぼ落とせますんで、うまくいけば。おい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 、今度それ来るよ。わあ、ここなんでだけんだよ。これ誰？あ、とにかくうまくいけば落とせるかもしれないですよ。そうそう、ちょっと頑張ってみようかな。うわー、使ってたら落としてた。悔しい。なんで使わないなんて選択肢があるの、ここで。信じられない。私の人って、まあ、そう、今のは自宅だろうからな、向こうの反応に。あー、美味しい。郷龍さんに何 G 入った、髪が生えたという悲しさ。なんだそりゃ。うまい。いやー、確定で落ちてもいたか。くそ。どうか剥がしてーな、どうにかして。さてさて、いかがなさるかっていうのは大事な場面なんだけど、3は素晴らしいね、キサラさん。ちょっと待ってね。どうぞ、落ちるか。70。微妙なとこだね。計算ができない。いやー、これ R ボタン使えねえんだよな。数えるか、1、2、3。多分落ちる。どうだ、んこっち使えて出てるぞ。どっちがいいのか。さあ、どうなる。50。プラス50、100。これはさすがこっち使いが成功した。あ、落ちた。6。あー、スパークボールじゃ落ちなかったわ。すげえ。すげえ。いや、これはもう全力で全員どなたか狙いだよ。やばー、残りの11ターン、俺全力で守るの、これやばいよ。ダイヤアーマー、あ、リビングアーマーもあるか。ダイヤアーマーとリビングアーマーしかないから。まあ、リビングアーマーは寝てます、寝てます、寝てないし。いや、ホープ買いに来て、それがトランスして。生きたここから行ったら一番死ね瞬間なのこれ、言っとくけど。一番やな、ファイナルピークなんだよな。マジカルリパルの一緒に戻るのはちょっと弱すぎるな。いやだ、弱すぎるけど金がないから仕方ないな、これ。持ったところで大した金はない。どっちかというと人生売っ払いてんだよな、俺。コツコツと張っていくなぁ。こういう時はあれなんだな、テンプテーション欲しいんだよな。おお、勝負師、そこを上げるか。まあ、これはもうあれでした、自分じゃないですか、ターゲットは多分。あ、変わった。それはちょっとどうかと思うぞ、変わるっていうのは。交換してえな、どっちかっていうと。まあ、周回始めた方がいいな、こりゃ。ちょっとブルースさんが遠回りにさせるかっていうやつが。あ、交換しなかったな、これ。
うん、強い。合わせたったらいいの。これは強い。怖っ。うっぱらう、うっぱらった方がいいんだこれは。うん、止まったら。どっかに使わないとな。何かに使おう。これ高さんだよな。まあ毒よりマシだわそれ。はっきり言うと。毒よりはるかにマシ。ここはもういっか、うん、切って今から今回水はもう来てません。あ、届かなかった。いやでも毒でも来ますよ。しまった、なぜブーメラン使わなかったし。毒でも来ますよ。あ、毒で死ぬか、関係ない、うん、ただ私はもう水は使わない。逆に毒が嬉しいと見るかどうか。まあ槍を塗ったらはめれますね。お、ダイヤーマー、あ、リビングアーマーの動きしてくれた。いたかそれ。いいね。リックス微妙。おお、それも落とせ落とせ。落とせ落とせ落とせねえ。グレムリンで落とせるか。何になっても落ちるか。いいね。これで赤の連鎖が減るからだいぶでかい。しかもでも落ちたと思いますよそれ一応。使わんと反撃食らうんじゃない？ああ、そっか。でも、ああ、あいつか。なると。おお、下げた。ドラテコさん下げて。おーっと、コントレイさん1になったぞ。逆にまずいな。いいのだな。オッケー。おー、間に合ったー。ああ、よかった、よかった。間に合ったー。アーモンデスーと。リードと、まあ、買っといたスパークボールもいりません。あれ？あ、よかった。ラマいいね。安心安全、我が命。今のところでコン、あぶねー。そこなんだ。あー、そっちにハマってしまった。しかし、さあ、出るか。ST。一応、あれ、呪い、キノコの呪いはかかってるよ。そこだけキノコの毒かかったの。そう、キノコ毒じゃなくてキノコの方がかかってるんで、こっちたちは地形効果はない。地形効果ないけどって感じだね。ちょっと届かねえな、ダイヤもあるから。あんまり火力でないと思う。キュー毒図、はい、大人たち嫌かねー。いやー出なかった。いやーこれでもアイテム使わせたから十分だよ。あ、しかもトド終わった。でこれでリビングアーマーしかなくなったからなんとかなるかもしれない。うーん、おそこ打っ払うのでかいね。お、いいの来るよ。いろいろ向こうかか、俺んとこないなそれあまり。いやーどっちも1位だからなんとも言えないんだ。3を打ってもなーって感じなんだよな。かえって強くなるところが多い。いやー難しいなこれ。あ、クソダイス出た。しかし落とせねえな。3終わったら落としたのかな。違った、固めとこう。それ落っことで自分のリビンググローブのあれが上がるっていうのあれですよ、言っとくけど。コントレイルさんはマジックはないね。いっぱい、どっちかというと、うっ払いたい感じ。そうですね。あら、変なものが来やがった。やるべきことをただ一つ、交換すること。これなんだっけ、うん、危険効果向こうからね。落としたられたら怖いので、はい。そう、なんとかなんかな。また認可ねする。認可ねしても火力が出るのがあるか。まあいいのは来たね。一応カオパ
ガモパンをなんで、あの、ノータイムで買うの今、たぶん、ムスフスナパラムで突っ込んだら落とせたんじゃないですか、アーモン。たぶん。確か。うわ、面白いのが入ってますね。これは楽しいよ。やだなぁ。こうなると、待って、クサルさん、仕掛けが1箇所しかねえか。あそこ落とせばなくなるか ?3 箇所中、3箇所しかない。うん、だな。一つさえ落とせれば出せた。あれ、無償して出せるんだ。捕まってるか、どれでもか。いや、金がねえな。難しいな、これ。置くこと予定さらに自分のグローブの増すという。おぉ。クソダイス。クソダイスだね。豊高さんはでもリビングアーマーとリビンググローブしかない。それで守りきれるか。守りが弱いんだよな。そう、リビングアーマーで40増えるか、100か。100出さんと。あ、来た。あれだなってきたわ。あー、そっちか。悲しいな。そうだね、横移動さ、あれ、一つ取って横移動ポンもありだね。いやー、こっちに来てくれたら、キリンの方に来てくれたらな。あのただ、これどうするかって話、上げといて。一発でも上げれば、よしとにいるか、それとも。上げといて、守りを固めるか。上げるか、守るか。地形効果ないのに上げた、上げた。一発踏んでもらえば終わると。うん。あ、そっか、それがあったか。あ、ただし、でもそれやっても。なるほど、そっちを殺すのか。ブルースアイテム。ここはとても大事な部分だな。え？大丈夫これ。難しいね、これ。ああ、落ちた落ちた、ほっかけ。ああ、落とせなかった。ああ、60増えたか。落とせなかった。使うだけそうなった。ああ、クソさん止まるかどうか、そこで。金があれば、チャンスなのに。クソ大切すぎる。なんでゴールドハーモニカ持ってんのよ。これ何？100買わんかったか。アーマーの方にすればよかったのか。はあ、それは無理だわ。いやお、これでロングライン完成だ。よし、もういっちゃいます。いっちゃった、ね、あー、取っちゃったよ。なんだそれ。さて、こいつどうするんだ。しかも9500いってるからクリアしちゃう。どっか違うところ取らないと。ロータカさん、落とすなら下のあのグレムリンだよ。あの横移動で。ここか。そこ。出るかどうかわかんないけど。それなんだよね。でも上も僕がキノコをかけるから、ワンチャンあるかも。だからキノコは殺さないでよ。そこにワンチャンがあるか。それ落ちそうだけどな。鎧持ってんだよね、一応言うと。いや、100出るかどうか。100は出ます。1005足りない。4回5足りない。な
なんでこればっか多いの。なんで1の時5足んねえの俺。おかしくないか。とりあえず2回これない。どうすんだこれ。落ちないもんな。結構行ったり来たりしたらもう終わりだもんな。てかマジカルディープ持ってるんで。ああその時点で終わりなのか。まさかのまさかの新参者でやられるなんてこのコミュどうしてんだ。同じんですかだって。違う今アウトレイジのせいだな。どっちかっていうと。アウトレイジな。あでもその次のダイスが強かったんだよな。バードメイデンで取ることもできたんだけどそれ使わずに。自力で足で取りに行ったよし僕は何とかしてやる。アイテムがないということは落とせる落とせる落とせる。これを使えばブーメラン持ってますけど一応これを使えば落とせる。あ確かにほら出た出たんじゃないこれ。もう行くしかないだろこれ。もう行くしかないですね。もう行くしかないよこれは。確実なものでどっちだどっちだこっちか。わかんねえわかんねえ。もうどうなるかわかんねえから行く。とりあえず行く。よかったブーメラン使えんかったら落ちんかったわそれ。そう今お金がなかった。お金がなかった。あでもブーメランなくても落ちてた。あ違うか向こうはブーメラン使えるから無理だった。あぶねえ。しかし僕もドラタカさんにやられるという悲しいね。悲しい運命。先生なんだなそいつでも。いやこれがカルトセプトだ。さあ見てるか YouTube で。トレジャーレーダー使ってたら先般だった Q。 YouTube トレジャーレーダー使ってたらもしかしたら銃足りなかった。そんな計算なんてしてなかったわ。なんだそれ。計算なんて一切してなかったわ。それはねさすがに計算無理だわ、うん、レーダーは G90 だよ Q。 危ない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 。あーどうするかって話よこれ。リリスでいくか。90無理だね。どっちかっていうとこれは私は一つ取りたいね。何一つがねえとあれなんか手元おーっとーな戻って倒しに行くってことか。今なら直接メモ倒せる。あー残念ダイスがゴミ。ダイスがクソだった。もしかすると僕これ逆方向に進むからこの通行料もらえない。ゴールできない。あでも売っ払うことはできる。よしこれで売っ払えるから逆にいいや。これそうか俺も乗ったんだけどな。あげたこと買ってくださいさよなら俺の時どれに紛れてかもしれやどれに紛れてドイマジックドイマジック欲しい今。あのグレムリンも瀕死だしね。確かに5だもんな。何ゴール直線9000まで行ってゴールできずだったからな今。トミー、あ、これありがたくねえわって。あ、待ってありがたいわ。うん。これで下行けばオッケーなもとに来て。確かに右に行かずに済むってことか。いいダイスが出たな。どうすかなこれ。右あったらさ、なんか隣に変なもんいいんだよな。ここを私一つにする勇気ないよ。それけど行きよ。勇気あるじゃん。落ちるでしょそれ。変わってくれたらいいんだけど、さすがに変わるか、ダメか。いや、収穫しなかったか。てか、そこにあれなんだな、クラウドギズモいるの腕んだよな、君に。なんでクラウドギズモいんねん。
あ、時間がなかった。もう珍しく交流さんが悩んだの珍しいな。何を悩んだんだろう。おお、いいのが来た。いや、俺から守りが欲しい。俺も守り欲しいんですよ。変更キャラを。やっぱ使ってるか。あんまアイテム使えば一度いけたかもしれないけどさ。いやー、ここまでギリギリの試合になるのはなかなか。それでもコントレールさんが1位なんだ。何がそんなにすごいんだ。あのバードメイデーがよく生き残ってるなっていう。しかもアイテムねえだろ。ねえじゃん、アイテム。落ちるだろ、あのグレムリン。グレムリンじゃねえ。バードメイデー80出せば落ちるんでしょ。ブーメランがあるか。90出さないと落ちない。無事不死だったら確実に落ちる。うわー、変なもん来た。死んだところで領事爆。名電武器使えないよ。9。ああ、ブーメラン使えない。じゃあ80出せば落とせる。いけそうな感じ。ドロタクさん、こっち来ないでください。あっち回ってくださいよ。こっち来ないでよ。あれ、スカイプ落ちた ?9。80出るぞ、これ。リビンググローブでいっぱいいけるでしょ。おそらく。グローブない。あ、グローブある。ムシフシの方が確実だな、これ。いやー、これ逆転だな。どっちでいく?ムシフシでいくか。グローブでいくか。ムシュでいった。スカイプ落ちた。プロレタカさん、使わないで強打だから。うわー、さすがにメイデンは守りきれない。シュッシュが。で、コウリュウさんもでも武器がないないから、秘術、このキノコが役に立つ。どこからプレッシャーかけていくか。あ、レベル上げた方がよかったな。デッドボールロードまだいる?ロトコさん、スカイプ切れてる。スマホの充電切れたか。うわぁ、変なのが来た。今更もしもしな。復活した、復活した。あ、まさき。あ、もしもし?なんか急に切れたわ。どうすっかなこれ。いやー、キングマンがそうそう出るのがきついよね。大井さん、武器じゃない、アイテムがないんで、守りアイテムがないんだよね。だからそこ、いやー、カオスタイル、なんか出れば落とせそうなの。ナパマのプラス20歳忘れなければだな。あー、交換しちゃう。くそー、ダイスが良かったな。
まあ、デッドボールドなんていらねえもんって。これ殺すと、こっちがなくなるかな。しかも無効化の範囲内級。これはもうレベル上げしかないか。かといってどこ上げても、ドロタカさんに落とされちゃうんだよな。でもなんか、ドラえもんやられるよりマシか。ここにしとこう。もう勝負。一点突破。デッドボールで。入れてもらどっちだ。どこ張る。火だろう、火だろう。そこやっても。そうだよね、火だよね。そう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 。そこだってドリランさえあればな。落ちるのにな。ドリラン、あ、スパークボールでも落ちるのか、これ。今。バイオスキューなら。スパークボール、まだ持ってる。スパークボール。焦った？遅えんだよ。遅え。今使え、今使え。よし。俺のあれが消える。いや、だから使ってほしいんだよ。いやー、もう全部遅いんだよな、くんのがカードが。バイミスかかってるの、なんか来れば。あ、クラさんも消えなかったか、これ。あ、でも、ケットあれか、買わねえかまで。一緒だ、どっちでも一緒だ。でも取っとくのは大事だよ。伸びる可能性あるからな。で、あとはティアマトで僕のレベル5を落とせば勝ちだよ。落とすかなんだよな、そこ。そう、届くかどうかが。いや、340でしょ。ああ、バイミス外すために移動する。で、それで殺しちゃったら逆に良くないという。殺していいよ。むしろ殺してくれた方が。ああ、それで死なないと。殺せよ。待てよ、僕は逆に殺せばいいのか。ああ、殺しに来た。言ったけど、あの HP 無効ですよ。そうだよな。あれ、60以上なんで。あ、6だけ。ああ、なるほど。あそこ開いたってことは、バードメイデン有利じゃね？そう、有利ですね。となると、もうやるべきことはマジカルリープ。しかないですね。しかないよな。でも結局それでドロタカさんにぴったり踏まれるっていう未来が見えてんだよな。まあでもやるしかないよ。こう飛ぶしかないよね。もうこいつ移動できないから頼みまーすと言うしかない。ドロタカさんに落とされるのが一番最悪。でもそこなら別に僕の土地じゃなかったから落とされてもいいんだよ。いや、つかさ、前半が最初の1点以内来ねえんだけど。うわぁ、バイミスが効いたなぁ。うわぁ、変なもん来やがった。頼みますよ。ちょっと、あぁ、落ちる。くそくそ。これは大逆転か。ちょっと待ってくださいよ。死の死だから落ちるよね、これ。何でいくかだ。これしかないっすよ。守れるとしたら60。火だから守れないよ。風だったら30、50。絶対無理じゃねえかよ。いやー、クソダイスでやがったこいつ。これだ、逆転か。だからさっきやっぱグレムに落としててよかったんだよね。それでこれいくでしょ。うわー、1400いった。可能性あるか。何かどっか落とせば。ドラタカさん何持ってる。あー、リビングアーマー、リビングアームル、グレアイバニハ、強すぎる。あ、でもそのそいつは落ちそう。そのリリスは落とせそうな気がする。地形効果がないから。
どうだ？リリス落ちねえか？リリス落ちそうな気がするんだよな。どうだ？無理か？なるほど。これは落ちるだろう、さすがに。無理だ。領事枠に持ち込むぐらいしか。だったらボカンだ。使わなかったか。使わなかった。ということは、リビングアームル使ってたら守れたってことか。そうなります。いや、でも今の読み合い無理だわ、さすがに。さすがにこれを使うしかないよね。これでどこまで下がるかだ。ドラゴさんが、うわこれは名勝負きた。うわギリギリ。しかし僕にはいいものがある。おっと最後に来た。最後に来た。僕にはいいものがある。これここだ。ドラタクさんここ落とす。なんでそこって落ちてんだよな。これでだいぶ僕の勝ちで。でこれで踏んで落とす。くそ。あこれ落ちんじゃねえの？コウリさんは？ナパームアロンの。ナパームリンカネしかない。90。待てよ、待てよ、無駄なことして死ぬのもなんだな。やめよ、やめよ。一度確定で落ちたんですけどね、それ。落ちたか。グリアイで。ああ、レベル上げるの忘れた。くそ、まずい。なんかあったら。どうだ？横移動か何かあるか？レベル上げか。いやー、最後に、最後にあれが効いた。アマドラが効いた。ありがとうございます。いやー、いい試合だった。これは名勝負、動画に残そう。でしょうね。だってもうほんと順位がトップがね、ぐるぐる変わった。そうそう、ぐるぐる変わったね、1位2位が。くそー、レイオブラとか来んの遅すぎるんよ。いやー、そういう。いやアウトレイジとバイミスとすごい試合だったね。皆さん、はい、ありがとうございます。面白かった Q、はい、ありがとうございました。見せ場を作れてよかったです。いや見せ場あったね。じゃ結果を見ましょう。さて結果は、うわすごい、この最後の20ラウンドから先のこの山の上下がすごい。なんかこれ、あのロトのガンガン皆さんに倒されてたんですけども。これはすごい。ちょっと待って、俺ってさ、主に半何枚入ってんのこのブック。2枚入ってんだけどな。やっぱバルダンブック抜こうかな、これ一番先にしとっかな。よし。はい、ありがとうございます。さあ、侵略は見てみましょう。通行料収入は割と僕がいっぱい払ったんで、1020だから僕が一番いっぱい払ってて、侵略ドラグさん11分の7、7分の4、6分の4、2分の1、すごいね。みんな殴り合い。インシネレートが早すぎたな。ちょっとね、いやー、あの、リリス守れ。いや、でもね、リリスね、石かバスかあったんだよな。いやー、そう、リリス水のままだったら守れたかもしれない。あ、無理か。結局、貫通だから。一緒か。いや、あれ。いや、あれ。アムロ持ってる、アムロ持ったんで、アイテム使わんかったんで、タラレバなんですけども。アムロ使ってもナパーム使ったらもう確定だったでしょ。ナパームよ。どこ？そう。そうこ、いやー、いい勝負でした。いやーちょっとチュニハンとあれなんだね。ありがとうございました。レイオブの